Welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回はグローム紹介やっていきたいと思います。イエーイ。で、今日ね、テンション高めでやってますけれども、先週、先々週とですね、キーパーバトルの映像を、キーパーバトルの特訓と、キーパーバトルの実際の映像と見てもらいましたが、どうでしたか？はい。で、そこで使ってたグローブを今回から3週に分けて、1個はね、使ってないんですけど、3週に分けてグローブ紹介していきたいなと思います。それではまず1個目ですね。今回の紹介するグローブはこちらになります。じゃじゃん。はい、 TGK が勝手に推してるキーパーグローブメーカー ABOSS の、ジュノーコンタクトグリップっていうモデルですね。はい、こういう感じで台風みたいな感じなのかな、くるくるっとデザインになってます。で、あの、ご存知の通りキーパーバトル結構ね、あのプレイしたの、結構プレイしたっていうのも日本語おかしいけど、あの割とちゃんとプレイしたし、あとこれキャンプとかでも使ってたりとか、あと普通の通常の練習とかでもだいぶ使ってるので 2,3 回も洗ったのかな。で、しかもあの結構ゴムチップの激しいところであの練習をしたので、だいぶもうね色がついてしまってるんですけど、はい、ご了承くださいということで、まずは機能性から紹介していきましょうか。どうした、機能性から紹介していきますか。まずここね、エレボスっていうロゴがこう立体的な感じで、あとロゴ、ここの青いところのロゴもちょっと立体的な感じで作られてます。で、ここの後ろの面はなんかスベスベしたような感じ、なんか結構しっかりとした素材でできてます。で、そう、今回のこのグローブの私大好きなところはダブルラップっていうところですね。もうね、あの日曜サッカーさんのスプレモかなのダブルロールを使ってから、それ以来もずっと結構ダブルロールのダブルラップのグローブが結構私好きで、こんな感じになってますね。はい、で、中のシリコンはついてます。シリコン入りです、中で。オールネガティブなのかな、ネガティブカット、こう縫製が内側でされてるタイプで、親指だけ外側でこういう感じで縫製されてます。じゃあちょっとつけていきたいと思います。あのね、もうつけてるんでわかるんですけど、これめちゃくちゃタイトなんですよ。で、それが私は好きなんですけど、結構これ好みが分かれると思うんですよね。あの、なんて言うんだろう、タイトなのが好きな人と、タイトなのあんま好きじゃないよっていう人と分かれてると思うんですけど、私は結構好きな派の人です。で、7号買ってます。結構エレボスさんのグローブって本当に日本人に合わせて作ってるっていうだけあって、あの海外のメーカーとかに比べて、なんだろう、あのサイズ感がこう日本人の手に合ってるというか、まあ、小さめというか、そういう風な感じになってるので、あの普段外国のサイズで、例えば、私だったら HO だと6号がちょうどいいんですけど、で7号で余るぐらい、少し余るぐらいなので、あの例えば8号でぴったりだよっていう人、もしかしたら9号頼んだ方が余裕があるかもしれないです。あのちょうどいいかもしれないです。で、普段例えば私みたいに6号がぴったりで、7号だとちょっと大きいかなっていうぐらいのサイズ感であれば7号でちょうどいいと思います。はい、つけてみました。指もそんなね余ってないんですよ。先っぽ触ってもしっかり自分の指当たってるので、サイズ感的にはそんなに悪くないなと思ってます。で、あのだいぶね、あのタイトって言ってるんですけど、一番タイトなのがここの手首とここの手のひらのあたり、だいたい手のひらのあたりって皆さんこう余ったりしません？ここら辺ガボガボしてたりとか、わかんないですけど、人によるかもしれないですけど、私結構余るんですよ。けど、まあ見てもらったらわかる通りに、もうほんと隙間がないというか、もうぴったりにも程があるっていうぐらい
すごいねフィット感が高いです。もうねずれる余地がないみたいな感じです。はい、でダブルロールで、はい、こんな感じですね。超かっこよくないですか。やっぱねカラーリングがいいよね。ちょっとピンクと青と紫なのかな、こういう風な感じで、はい、はい、でグリップ力なんですけど、聞いてもらったら分かる通りに結構ペタペタ言ってます。で私のちっちゃなお手手でも、私の今ちょっと小指怪我してたあれ、スキブしてたあれなんですけど、私のちっちゃな手でも、まあ、ワンハンドキャッチできるぐらいのグリップ力あります。もう結構使って何回か洗ってるんですけど、全然グリップ力の感に関しては全然ね衰えてる感じはしないですね、はい、でグリップの消耗なんですけど、まあ結構ね人工芝で私手ついちゃったもんで、ここの手のひらのこのところがね若干ピキピキはきてます。こっちはきてないか、こっちかな、こんな感じで、まあ、ピキピキはきてますけども、まあ、全然グリップが落ちてる感じもないですし、そんな早くこうパームがベロッと破けてる感じもないので、耐久性はまあほどほどっていう感じですね。めちゃくちゃいいっていうわけではないと思いますけど、まあ大体ね上位モデルのグリップって耐久性がそんなに高いわけではないんで、全然ありだと思います。親指もいい感じですね、はい、っていうようなグローブになってます。はい、キーパーバトルとかキャンプとかで使った感想だと、すごくねキャッチしやすい、ボールを掴みやすいっていうのがまず一つと、あとはここの手首だったり手のひらのフィット感がやっぱり高いので、ボールをこうなんていうんだろうな、掴んだ時にこうしっかりこう衝撃吸収されてる感じもあるし、ずれないんでやっぱりこう動かしやすいっていうのが個人的な感想です。でまあこんだけね褒めちぎっててなんかあれじゃないですかで、ネガティブポイントというか欠点というかは、もうタイトめなグローブならもう正直しょうがないんですけど、まあ、入れづらいっていうのがまあ一つ、結構やっぱりタイトめな作りになってるので、手をこう入れるときにある程度ねやっぱ時間がかかるし、汗をかいてるとなかなかねこうちょっとやっぱはめづらいっていうのがちょっとあるかなっていうふうには思います。ただまあやっぱそこのね私はフィット感を求めてるので、そこに関してはもうしょうがないかなと思って割り切って使ってます。なんでまあそういうのが気になる人はちょっとワンサイズ大きめ使うとか、手首とか手のひらが結構肉厚の人とかはサイズアップして買うこと、普段使ってるサイズよりも大きめのサイズ買うことをおすすめします。はい、でね、グローブ紹介やっていきました。エレボスのジュノコンタクトグリップですね、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、もしねグローブ興味あるよっていう方いらっしゃいましたら、下の欄からですね公式の LINE アット来てもらったら、お得な情報を渡すことできますので、ぜひぜひご連絡ください。はい、ということで、今回の動画いいなと思ってくれた方、このグローブ欲しいよって思ってくれた方、チャンネル登録といいねお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!